もんちゃんすごかったうんすごい素敵ですねるさんかわいかったですねかわいいかわいいですもううんかわいいどうして そして <laughs> 全国学士会のねレーンが発表されました <laughs> あゆはかよちゃんとそう時田かよこちゃんと佐藤しおりさんと佐藤あかりさんと大森真帆ちゃんとあゆの5人ですそう5人レーン <laughs> そう、5人連なんですよ、ちょっと多いいつもよりは。ドラ2連を思い出す <laughs>。ねー、ドラ2連ー思い出すのは、ドラ2の時ね、7人とかで。7人でやったことあるよね、多分あないかな、わからない <laughs>。だったり、5人とか、4人とか、3人とかでやってたから。5人って久しぶりです、ああいうの中で。 3人だと思ってたから誰だろうと思ってたんですよそうでも今日佳代ちゃんといっぱいお話ししましたしそうしおりさんとはべしとししさんと呼び合う仲ですし佐藤あかりさんとはそう MV 撮影の時にそう一緒のなんて言うんですかね一緒のそうそうなの。 <laughs> 一緒のところに映ってた3人そう3人の中の2人だったりあとまほちゃんとは楽屋が B コンの時の楽屋が隣で仲良しなのでそう仲良しですねなので5人だから多分そこまでお話しする時間がいつもよりもっとないと思うんですよいつも3人でもない方はあのそうですよねそう <laughs> ないので結構。 なのでまとめ出しゆっくりお話ししたい方ぜひまとめ出しお待ちしてますそう多分本当に5人だから「ありがとう」ぐらいで終わっちゃうかもしれないじゃないですかそうだからそうゆっくり「ありがとう」とかね多分ねそうなので <laughs> まとめ出しお待ちしてます そうでもね来れる方も限られちゃうとは思うんですけどまとめ出し夜なので全部終わってからなのでそう最後まで入れる方でゆっくり話したい方はお待ちしてます多分本当に1秒2秒3秒5秒5秒5秒前後ぐらいじゃないですか多分分かんない剥がしの方にもよるかもしれないけどそう長い時は長いけど うん短い時短いかね <laughs> そうなので優しい方だったらあのいっぱいお話できるけどそうちょっと <laughs> そうちゃんと「言ってください」って <laughs> やってくださる方は <laughs> はそうちょっと短くなっちゃう。 でも、前日とかも、握手会あるので、はい、お待ちしてます。そう、サンタですよ。もう、珍しい。サンタなんて、なんか、最高って飛んできた。<laughs> ありがとうございます。最高。<laughs> 最高かよありがとうございます。<laughs> びっくりした。そう。 サンとなんてほんとに珍しいのであゆは自分からはやらないのでそうそういうコスプレ系は自分からやらないので <laughs> そう珍しいのでお待ちしてます <laughs> そうたぶんそう3部はおしまし券とかたぶんえると思うので4部はちょっとわからないけどたぶん3部は使えるかなって思うのではい。 待ってます <laughs> そうそれでね今日あった悲劇を教えます皆さんに。2つほどあるんですけどまず1つはそこまで悲劇ではないけどそうダンスの練習しようと思ってねお家に帰ってそれでもすぐは起こせないじゃないですかやっぱり。そうもう動画見て「おこれは起こせるぞ」ってはならないので一 <laughs> 回見てから起こそうと思って。 そう、横になってそう、ちょっと横になろうと思ってそうちょっと疲れちゃったからそう、横になってこうやって見てたらいつの間にか寝ちゃって起きたら1時間ぐらい寝てて <laughs> 結局何も見てなくって <laughs> びっくりしましたっていう悲劇 <laughs> あんま悲劇じゃないよねそうであともう一つがさっきねダンスの練習してた時になんか あ、なんかじゃなないんかあ、なんかじゃないあの、なんかか <laughs> そうあのそう、なんかブチッと音がしたからなんだろうと思ってなんだろうと思ってそう、ずっと考え込んでたら新しくそう、スカート新しいスカート履いてるんですけどそう、それが <laughs> そう、ちょうどねしゃがんで起き上がった何て言うんですかねしゃがんで起き上がるみたいな振りあるじゃないですかそういう振りやってた時に 多分踏んじゃって、そう切れちゃったの。<laughs> もう,もう悲しい。でも中のなんて言うんですかね、一番薄い生地っていうのかな。そう長いスカートなんですよ。今日履いてるのが。そう外は大丈夫なんですけど中の <laughs> それがちょっと切れちゃった。<laughs> う本当にもうなんてもうやってしまったと思ってなんでレッスン着でやらなかったんだろうってちょっと後悔してます本よほんにそ,う,そう,もうもうもうやっちゃったと思ってでもなんて言うんですかねあの縫ってる部分ありますよね縫ってる部分がそう 塗ってる部分がこのくらい <laughs> 糸がほじけましたもう <laughs> 悲しい新しいんです今日まだ履いたばっかなのに踏んで踏んで起き上がった瞬間に切ってしまいました <laughs> 悲しいなんてこった。 本当にもう、もう、バカだなって思いました。あー、なんか画面が変になった。もうね、ちょっと待ってね、画面、ていきます <laughs> もう、うん、バカやー、もう、本当に、もう、もう、嫌です。<laughs> もうだからこれからはもう多分でもやるんだろうなともまたいつか <laughs> そう踏んづけて切っちゃうんだろうなっと思っちゃう長いスカートの時は気をつける悲しいもう悲しいよ 今日あった悲劇そう前はねあ話したことあるかもしれないけど前は駅の階段で豪快に転びました <laughs> そう踏み外したの階段そうはい階段でよく転んじゃうんですよあしのぶさんに直してもらおう。 そうですしのぶさん上手だからね階段で転びやすくて前もいつだったかな AKB の「紅白歌合戦か」がリクエストアワーのどっちかの時に「あ紅白かなえどっちだったかな?それ」盛大だ豪快に落ちてそう本番前なのにあざを作ってしまったっていう。 そうもう楽しみすぎて本番前だったからもう始まるぞーって <laughs> 楽しみだったんですよそしたら豪快に転んでしまってそう本番前だったんですけどトレーナーさんに言ったらそうなんかロボットみたいに <laughs> そう足に冷たいものをそういっぱい貼り付けてくださってそうでもそれでもあざができちゃって。 そう痛かったもうすっごい痛かったそうそれだったり家の階段でそういつも歩き慣れてるところがやばいのかなと思ったんですよそう,えそう家の階段で落ちてそうあの総選挙前の時に落ちてそうなの <laughs> 足を <laughs> そう人体をねそう痛めてしまった あとあとはう靴でも何て言うんですかグキってなるんですよよくそう <laughs> 本当にそうなのもうねもう結構やってしまうんですああいう <laughs> そうちょっとねそう直したいところ一番転ぶところを直したい 転ばない体になりたいですそうは言うレッスン中でもよく <laughs> 一人で <laughs> 一人でグキッてなって「おなんて何でもなかったですって感じを装うけど先生にバレてるっていう <laughs> そうなの先生とバレてないかそのなった瞬間にバレてないかちょっと周りを見渡すんですけど 先生と目が合って <laughs> そうニにニヤ先生もしてるから <laughs> これはバレたなって <laughs> 思いました今もうその瞬間で <laughs> ううもう恥ずかしいのだからよく公園の時はやっぱり公園の時でもよく足をくじくのでそうそのね そう、片方は絶対タイピングをするのそう一回やってしまった方はそう <laughs> 本当にもうなんてなんて <laughs> なんて子なんでしょうか <laughs> 皆さんは転びますか 転ぶのかな皆さんはあ転ばないかそんな転ぶ人はいないよねあ今毎日は転ばない <laughs> 毎日は転ばないけどんよく転ぶ <laughs> そうなのでまいう人前で転ぶのが一番恥ずかしい誰もいないところで転ぶのは別に全然いいんですよでも知ってる人とかの前で転ぶのが一番恥ずかしい そうあとはでもうんあとの悲劇はでも前にそう悲劇はね吉政さん公演の時にそうそう前出演させていただいた時の吉政さん公演の時に大声ダイヤモンドあるじゃないですかそこで靴を飛ばしてしまってそう警備員さんの背中に思いっきり当ててしまったことが もう本当に、あーってなった、もう痛かっただろうなと思って、もう曲中だけど、もうずっと、まあ、ごめんなさい、ごめんなさいって、もう唱えてました、伝わるようにう、心の中で、口に出しては言えないじゃないですか、本番中だから、そうちゃんと終わった後も、スタッフさんに聞いたけど、見つからなくて、そのスタッフ、総警備員さんが、そう謝れなかったけど。 ずっともうそれからずっと謝ってましたそううんー申し訳ないだからそうもうね靴を飛ばさないようには心がけてます絶対もうびっくりしましたね背中にだ思いっきり当たるんですよ靴が <laughs> 絶対自分だったらびっくりしちゃう驚いちゃうもん本当に申し訳なかったもうそうよく時そうなの いつもやっちゃうもうねもうなんてこったなんてこったらほんとにそううんそうあとは <laughs> そドラ2でステージイベントをやらせていただいた時にあのボールをねそう投げた時があってその時にああいう 遠くまで飛ばそうと思ってあいや飛ばせるんですよ全然遠くまでそうあのそうボール飛ばせるんですよでよし一番後ろの人まで飛ばそうと思って張り切ってやったらちょっと思ったよりも低くなりすぎちゃってそう <laughs> ファンの方に思いっきり <laughs>。 投げちゃって絶対もうその方そうちょっと離れてるところだったんですけど絶対その方びっくりしただろうなと思ってしまったこともあるそうもう本当にそう申し訳ないことをいつもしちゃう <laughs> そう時々。 そうだからもうあれからはもう力を入れないようにしてるもう何も考えずにボールは投げる <laughs> そう何か考えるともう本当にあい飛ばせなくなっちゃうのが分かったので何も考えずに投げるのが一番いいんだなって思いましたあのブロックあるじゃないですかステージイベントでもここが一番前の真ん中ここが端 端の一番前の列だとしてその次の列のここ,こ,このここの方 <laughs> 次のブロックのここの方に思いっきり言っちゃってああああああっああうあっああ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 は、ああ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 しあああああ などはいそうですね明日はうーんやるとしてやれるか分からなくてそう明したちょっとそうなのでもしかはやるんだったら朝配信になるかもしれない朝配信やるとしたらで朝なかったらやりませんそうそうやれないんですよそういろいろあってはいということでランキング発表します13位は和也しさんありがとうございます12位 倉岡銀ろ郎さんありがとうございます。十一、かずさすがさんありがとうございます。十一さんまさんありがとうございます。九位、千さとさんありがとうございます。八秀ひさんありがとうございます。七位、アルトさんありがとうございます。六位、くれあきさんありがとうございます。五位、まさはるさんありがとうございます。四位、こばさん,あり,さん,さんあ, <laughs> ありがとうございます。三位、てつさんあ変わっちゃった。ありがとうございます。二位、とうくんありがとうございます。一位、たいきくんありがとうございます。 多分、呼んだ方だよね、全員。はいコメントや星やギフト投げてくださった皆さんも本当にありがとうございます。755とかインスタグラムとかツイッターもやってるので、ぜひお待ちしてます。バイバーイ。<laughs> バイバイ。ありがとうございました。